はい、夢中人です。本日もよろしくお願いいたします。今回はですね、今映ってる利尻空港ではなくって、実は礼文空港っていう風なのがありまして、そちらの方を、皆さんにお伝えできればと思っております。利尻空港はですね、こんな感じで、まあ立派な2階建てのターミナル、っていう風な、感じになるんですけれども、礼文空港はですね、礼文の、まあ港、南の方にあるんですけれども、そこから北の方に、上がっていった一番先端のあたりに、かつてあったっていう風な感じ、まあ正確に言うと今でもあるんですけれども供用はされてないっていう風な感じになります。はい、礼文空港ですね、こちらの道を、上がっていくような形になります。まあ、あの礼文は、真ん中が、山になっていて、まあ、周りは、まあ、結構、低いところなので、まあ、山の上に、空港を作っておかないと、まあ、津波とかで、まあ、やられてしまうっていう風なのもあるかなっていう風なのもありますね。まあ、市街地からはですね、車でだいたい30分ぐらいかなっていう風な感じですね。まあ、開港前は、フェリーだけっていう風な形でやったのが、まあ、島民がですね、まあ、海が荒れた時のために、まあ、孤立してしまうからっていうことで、空港を作ってくださいっていうことで作った空港なんですけれども、何せ滑走路が、まあ、後で出てきますけど、800メートルっていう非常に、小さい、空港になっております。もちろん、ボーディングブリッジ、そうですね、トントントンと歩いて渡る、ボーディングブリッジはなくって、まあ、階段を、まあ、上がる、要は、歩いて、ターミナルから歩いて、階段を登って、そして、飛行機に乗るっていう風な、タイプだった、っていう風な形になります。はい、右側の方にですね、だんだん、滑走路の方が、見えてきましたけども、昔、まあ、エア北海道の方がですね、まあ、供用しておりましたね。で、まあ、礼文と稚内の、空港を結んでいました。で、19人乗りの、まあ、コミューター、まあ、DHC6 なんですけれども、これを、まあ、供用してましたね。19人乗りですよ。今、37人乗りが一番少ないですから、それよりもちっちゃい飛行機だったって感じですね。はい、これが礼文空港です。一応、今、維持管理がですね、北海道庁の方でまだやられていますので、きちんと、整備は、されて、おります。だいたい25年間、供用してたっていうような形ですけれども、まあ、今は立ち入り禁止で、まあ、中でスポーツはしないでくださいっていうような感じで書いてありますけれども、まあ、鍵はかかっていたので、まあ、入れないっていうふうな感じでしたね。ということで、ちょっと裏の方にも回ってみたいと思います。まあ、25年間で搭乗率が約 20% しかなかったっていうことで、まあ、あんまり使われなかったっていうふうな感じでしょうね。で、結局ですね、平成15年、3月末をもって、運行を、停止、まあ、廃止したっていう風な形になります。まあ、その後はですね、緊急搬送とかでは今でも、使われてるっていう風な状況だったんですけれども、まあ、まあ、プライベートジェットとか、まあ、自衛隊の、この、緊急搬送とかですね、島民の、っていうのも、まあ、そうですね、1年間の利用でも20回程度っていう風な感じの、空港だっていう風な感じで、聞いております。まあ、北海道ですね、北海道の、管轄なので、先ほども言いましたように、まあ、財政逼迫っていうことから、まあ、これ、廃止っていうことも含めて、今、検討中っていう風な形ですね。で、一応、2015年までですね、今から5年前まで、まあ、まあ、休止が、決定してたんですけれども、まあ、それの、休止の、期間をさらに伸ばして、来年の、令和3年の3月末まで、6年間延長したっていう風な、形。要は、また、あと半年後に、開港するのか、あるいは廃港になるのかっていう風な、感じになっているのが、この礼文空港になっております。こんな感じで、すごく、狭い、まあ、駐車場の、ところになりますし、先ほど来た道と反対側の道を今、走ってるんですけれども、この道の 2本、しか、ないっていう風な、感じですね。ということで、珍しい、この礼文空港の方に、行ってきましたので、まあ、もし、よろしかったら、何か、コメントをいただければと思います。それでは、夢中人でした。
それでは。